ください。余熱。マスイズミの純米でこれ蒸したんです。この全部同じお酒ですね。で、ベニズワイン街のバラチュラシ、上にウニ、イクラにお出汁を吸わせて醤油にしています。トマト酢にしてください。今の時期にしたらいいサイズだと思います。乗せのとこですね、ちょっと寝かしてあります。これで
600匹分ぐらい。みんな焼きたて出すんですけど、うん、焼いてこれ2日ぐらい冷蔵庫で出すとウォッシュチーズみたいになるんですよ。だから多分そのお酒とそうかと思う。ウォッシュチーズです、本当に。あ、寝かしてるんですかこれ。寝かしてるんです。焼いてから寝かすんです。そうすると旨味が凝縮するんですよ。線取って裏もしかけて一回マイナス50度です。これもそうすると滑らかなベースになるんで、それとあの身を混ぜて漬けにしてあります。これThank you.
goes film.